はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便今日はこんなお話です。ほい。 え今日はですね、ま、あの手帳の改造というほどのことでもないんですけれども、ちょっと工夫をしていきたいなというお話です。まあ、私はあのずっとですね、ここ4年ぐらい、今年5年目ぐらいなんですけれども、この手帳をずっと使ってるんですけども、まあ、手のひらサイズ、B7 サイズのですね、まあ、1年365日、1日1ページタイプの手帳ですね、マークスさんから出てるんですけれども、エディットの B7 っていうのを使っていて、まあ、割となんやかんやごちゃごちゃと、えー、書き込んだり とかしてですね、まあ、1日こんだけしか面積がないからまあまあ書けるっていうのもあるしあとまあ常に持ち歩くっていうのが結構大事でポケットにこれとボールペンさえ入ってればですねあの思いついたこととかその場であることをどんどん書いていくっていうのができているというか、まあ、これだけだったら持ち運べるよねということで大きいね あの記録みたいなものももちろんノートとかも撮ってるんですけれどもえ普段必ずポケットに入れる手帳としてですねこのえーマークスの「エディット B7」っていう非常に小さい手帳をですね愛用しております。で今年もこれを使ってるんですけれどもまあこれをねえさらにちょっとね工夫していきたいなということが今日の話なんですけどもなんでそんな話になったかというとですね いや、もう本当にですね、あの、今日ちょっと失敗をしまして、ここのところですね、ま、ああの、いろいろとちょっと話が長くなりますけれども、えここのところですね、私、あの、えー、今年の目標としてですね、日常の生活の解像度を上げようということで、まあ、普段からですね、いつも暮らしている自分の、まあ、ホームタウンですね、自分の家からすごい近いワンマイル以内のところであってもですね、 まあ普段見逃しているところがあるんじゃないのかということでまあ普段通らない道を通ってみたりとかまあ外食するときにはですね今まで行ったことのない店案外あるんですね東京に住んでるっていうのもあるんですけれどもまあ歩いて行ける範囲内でも結構店の数ってあるんですよねで今までまあ普段よく行くお店っていうね定番のお店もいっぱいあるんですけれどもそうじゃないところで案外 えー、路地の中入ったりとかしたら、いつも行ったことのないお店があったりするわけですね。で、そういうのを今年は順番に埋めていこうというか、一個ずつですね。まあ当たりはずであるんでしょうけれども、まあそういうところを楽しんでいこうということでですね。普段入らないお店に入るっていうのを、まあなるべく新しいお店の開拓をしていくみたいなこともですね、今年の目標みたいにしているんですが、そこでですよ。今日はあのフラットですね <laughs>。あの <laughs>、 いつも通らない路地に入って、いつも通らないお店に、あ、えー、の、行かないお店でですね、お昼ご飯を食べたんですけれども、まあ何失敗したってですね、最近はほら、あの、近所に出かけるときに、あんまり持ち物を持たないようにしてるんですけれども、んで、この手帳は持ってたんですけどね。この手帳と携帯は持ってるんですけれども、それでですね、まあ電子決済できるところが増えちゃったもんですから、ついうっかりですね、あの、お財布を持たずに出てしまって、で、初めての、まあ飲食店ですね。 に行ってランチを食べて、あって思ったら、そう、支払いの段になってですね、お財布を持ってないことに気がついて、すいませんって言って、申し訳ないです、あのすぐ近くの団地に住んでおりますって言って、あのすぐお財布取ってきますって言って、えー、まあお店の方に迷惑をかけてですね、ごめんなさいって言ってですね、まあ、そのお財布を取ってくるという事件があったわけです。 で、ま、ああの、まあ、取って返すことはと,とも、かくとして、まあ、お店の方にも本当にご迷惑でもあるしですね。ま、かっこ悪いじゃないですか。なんで、まあ、これは良くないな、ということでですね。やっぱり、普段から、まあ、お財布持ち歩くってのは当然そうなんですけれども、あの、でも、とか言いつつ、やっぱり、手帳と携帯は必ず持っているので、まあ、なんとかそこのところに、緊急用のですね、お金持っといた方がいいな、っていうふうに思いました。 で、えっ、ー、と、まあ、あの、携帯のケースの裏側とかにね、あの、以前は、あの、1000冊入れてたりとかしたこともあるんですけれども、 えー、今回はですね、まあ、この手帳は今年は、ま、必ず持ち運ぶよというふうにしているので、そこにですね、お金を入れるスペースを作ろうという、それだけの話です。っていうことで,ですね。これがね、あの、このビンゴのサイズっていうのが、ちょうどね、あのー、ポチ袋のサイズにすごくちょうどいい大きさだということがわかりまして。なんで、これをね、貼ろうと思ってるわけです。で、まあ、これはポチ袋、あの、ここにあの、フラップがついてるんですけど、今ちょっとさっき、まあ、あの、カッターで切っちゃったんですけども、こやってあげるとですね、まあ、ポケットになるか、 これをね、あのー、裏のとととこころにまあ貼っとこうとこれ、ね、今年のおみくじとかもね貼ってあるわけですけれどもこういうね、まあ、行った時のですねチケットとかも貼ってますけどもそういうところにですね、まあ、ここの一番後ろのところがちょうどほらぴったり合うのでここにポチ袋貼りゃいいじゃんということでですねポチ袋を貼ろうと思いますこれあの可、ー、愛い,いんですけどどうもありがとうございますって書いてあるんで <laughs> まあ <laughs> これじゃなくてもいいかなとは思うんですけれども、たまたま手元にあった、えー、ポチ袋がこれだったので、これはあの、ゆるりくさんっていう、まあ、お茶の水にお店があるお店の、すごい可愛い、いろんなですね、ポチ袋を作ってるんですけれども、イベントの時にですね、紙箔だったかななんかのイベントの時に、可愛かったんで、えー、買ってきましたというものです。で、これをここにくっつけようと。 いうだけですねということでですね、えー、これにくっつけるわけですけれども、まあ、あのね、普通にテープのりで貼ればいいかなとで。いつも使っているドットライナーホールドですね。ドットライナーホールドほんと便利で、まあ、こうやってあげるとですね、普通にこう、ビビッとやってあげるとですね、まあ、縁のところに自動的に糊がつくので、 まあ、あの、失敗しない。別にこれでやる必要は必ずしもないんですけれども、何でもいいので付ければいいかなと思います。っていうか、あの、この、ここの部分ですね、ちょっと凹んでるんで、向こう側に糊がついちゃうと嫌なので、っていう時にはこうやって広げてあげると、まあ、こういう風にね、あの、普通に、あの、狙ってつけることもできるので、こうやってつければいいかな、ということですね。まあ、今回はちょっとあの、封筒外れるといけないので、ちょっと、えー、多めに糊を塗ってみました。つけてみましたよ。 いう感じですねでこれをですね手帳の一番後ろのところにですね、えー、貼っておこうと。でえー、とそうそうそうなので、まあ、こんな風にして貼っておけばいいかなと思います。まあよいしょ。はいっていう感じですね、まあ。ただそれだけです。なんでまああの <laughs> 元の手帳からするとわずかに分厚くなってしまうという問題もあるわけですけれども、まあ、こうやってやっておいてですね え、ここのところに、まあ、あの、お札を入れておこうということで、ま、1000円入ってればいいかなということなんですけれども、えっと、1000円札ね、これあの、多分三つ折りタイプのポチ袋なんで三つ折りにしますけれども、1000円札をきれいに三つ折りするときのコツはですね、ま、今の、またね、あの、お札新しくなっちゃうんでどうかなっていうのはありますけれども、え、今のね、野口秀夫さんの場合はですね、 この髪型のところのですね、これちょっと凹んでるところがあるんですけども、そこのところに合わせてですね、この、えー、お札を折るとですね、まあ、ちょうど三つ折りするのにちょうどいい感じの、えー、折り方ができるということで、私的にはそのようにいつもしております。なんとなくね、えー、こんな感じにして入れてますよということなので、まあ、ここにですね、ポチ袋に1000円入れるっていうですね、お年玉かって感じですけれども、えー、この中に1000円入れておこうと。 あとですねまあせっかくなのでポケットができましたからこの中にですね名刺も1枚入れておこうと、まあ、これ名刺1枚入れておくとですねまああの突然誰かに会うこともあってですね割とね あ一枚名刺持ってくればよかったなっていうことはよくあるんですね。で、まあお仕事の時には名刺ケースを持っていくんですけれども、たまたまどっかね、フラット出かけた時とかに人に会ってしまうこともありますから、そういう時にはですね、えここから、えーとね、名刺が出せるようにということで、名刺をこん中に 入れておきますと。ってことで、まあこんな感じでですね、名刺を入れておけばいいかなという感じですね。ちょっとやっぱり厚みが出てしまうので、ちょっとなんかこう、もわっと広がってしまいますね。まあ、これはまあ良し悪しだとは思うんですけれども、まあ、緊急時にね、 やっぱりお金が1000円ぐらいは持っておかねばなと。まあ人によっては1万円入れとくと、えー、もう万全だとは思いますけれども、えー、まあご飯屋とかでね、えー、1000円ぐらいあると助かることが多いので、えー、1000円入れときますという感じで、えー、今回はですね、手帳に、えー、ポケットをつけて、えー、1000円入れときました。確かね、でもね、あのー、この <laughs>、これ買った時にね、 エディットの手帳って買った時に透明ポケットついてくる場合があるんですよ。ついてくる。あれ全部についてるのかな か、もしかしたら、あの、サイズによってはついて、これついてたかどうだったか覚えてないんですけれども、えー、ポケット、透明ポケットがついてたりすることもあったりするので、もしかしたら僕が忘れてるだけかもしれません。で、その場合はね、普通にあの、透明ポケットつけておけばいいんですけれども、まあ、さすがにこう、開けた時にいつも洗濯が見えてるのもどうなので、ということでですね、今回はあえて、えー、ポチ袋を貼るということでやっております。 まあね、えー、そんなことでですね、まあ普段使っているものをちょっとずつ、まあカスタマイズするのもそうですけれども、毎日の生活をですね、えー、ちょっとだけちゃんとしようというですね、えー、まあね、あのー、今年も50ですからね、えー、50になって言うことかっていうところではあるんですけれども、日々反省しながら生きていきたいなというふうに思いますよということで、今日はそんなお話でした。以上です。お疲れ様でした。おやすみなさい。